僕の動画へようこそ。ラバーダックです。この町の市民の間でキャンプが流行っているようです。市長としては市民の要望を叶えるべく町中にキャンプ場を建てることに決めました。果たして都市型キャンプ場はうまくいくのでしょうか。OK、 じゃあやっていこうか。今回はね、実況ベースでやっていきます。で、これまず全部壊さないといけないんだけど、みんなごめんね。みんなせっかく生活を営んだのに。さあ、今からね、みんなのために公園を作るからね。キャンプ場だよ。こんな街のど真ん中にキャンプ場を作ってあげるからね。よいしょ。はい、みんなバイ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 、また来てね。あれ、残ってるね。大丈夫君、バックパック背負ってる学生さんかな、大人か、なんか、あ、観光客なんだ。ごめんね、多分ね、観光客だ。あ、ここにもいる。観光客だから道に迷ってんだろうね。おじいさんかな、ロバート。おじいさんだ。中間世帯のシニア観光客。ごめんなさいね、せっかくここまで観光来てくれたのに。ちょっと今ね、開発中なんですよ。なのでできれば外に出ていただきたいんですが、まあ、いたいだけね、いてくださいね。はいまあ多分そのうちいなくなってくれると思うから。キャンプ場だから、キャンプ場らしくしたいんだけど、ちょっとね、池を、やっぱりキャンプ場って言ったら水辺。ジェイソンだっけ、フレディか。ね、あんな感じの、あれを、やりたいかな。湖と、あと、ボート小屋だよね。必ずそれがホラーには鉄則。ってことなんだけど、ちょっとこの石切れないね。ね、ちょっといろんなモッドを入れると当然不具合が出てきちゃうんだけど、この石が残っちゃうっていうのがあって、ちょっとこれ困るなと思ってるんだけど、この小石とかね、実際いらないんだよね。こういう空間にたくさんあるんだけど、どこで消えてくれるんだ。消えた。はい、こんぐらいでいいかな。はい、お、帰っていくね。ありがとうございました。またお越しくださいね。はい。で、湖、池、この辺りにね、作りたいなと思ってて、それで、まあね、みんながキャンプしながら、池も楽しむって感じ、湖が楽しむ感じなんだけど、まず、じゃあ水を作ろうか、水辺を作るために、ちょっと多分これは、モッドのやつなんだけど、今、標高94メーター、ここ。だから、80何メーターとかにしたいな。100メーターじゃない。ちょっとね、あんまり深すぎると結構大変だから。この辺りだね。ここまででいいか。ね、ここまでどんどん埋めていって、あげて、あとで水を入れることになるんだけど、水入れるのはね、モッドを使って入れちゃうから。よいしょ。こんな感じかな。で、ここまでかな。はい。で、ちょっと慣らしておいて、しっかりとね、水がきれいに入るようにしたいから。ちょっとやりすぎたかな。よし。こんな感じでいいかな。ね。で、水を入れるんだけど、水の入れ方はこれだ。これちょっと容量多いな。こんぐらい？ちょっと待った。大きさ変わってないな。大きさ変わんないような気がする。あれ、変わんないな。ちょっと待ってね。もう一回。あ、でかいままだ。よいしょ。あ、溢れるよ。溢れるよ。ちょっと待った。ちょっと待って、待って。洪水だ。みんな逃げて。みんな逃げて。ほら。あら、ちょっと電車が突っ込んだ。あ、そのまま行く。たくましいね。
な、でも高さ的にはこれぐらいで合ってるかな。ね、あ、いい感じだ。ちょっとここが低いのか。水が侵入しちゃってるね。ちょっとここ高くして大丈夫かな。ちょっと様子見ようか。あ、水引けてくるね。いい感じいい感じ。ちょっとこっち、あー侵入してるやばいな。運行に支障ないかな。この域自体でも水に沈んでるっていうこのアイコンが出てないから大丈夫なのかもしれないね。電車来る？来るかな？ああ、きちんとトンネルの中まで入っちゃってるよ。いい感じいい感じ。いいね。湖。ちょっとあまりにもあれか、まっすぐすぎるかな。若干ここ丸くしたいよね。じゃあ丸くしようか。ね。ちょっとだけね。あ、やりすぎかな。こうか。ちょっとこれからこうしてから、あー窓入ってきちゃった。ごめんね本当に。こうか。で、こうかな。で、あとなだらかに、なだらかにする。これか。なだらかにして、かなりち。ちょっと変だな。お、いい感じになった。一旦これでやってから戻すといい感じの地形にしてくれるね。OK。大丈夫かな。あ、ごめんごめん。で、ちょっとここは。OK、まあいいか。ね。じゃあ、パークライフをね、使ってやっていくんだけど、おっと、電気ついてなかった。よし、電気つけて、家の電気ね。パークライフのを使うんだけど、今回はね、キャンプ場を作っていくから、キャンプ場の設備を使って、メインゲート、小さなメインゲート。これ大きいやつだ。大きいやつとちっちゃいやつ。あ、大きさ全然違うね。じゃあ、端っこがいいかな。こういうところにね。いや、それともこっちの端がいいかな。どっちがいいだろう。そうだね、こっちの端にしようか、そしたら。で、これを置いてから、あとね、このエリアをきちんと塗りつぶしとかないといけなくて、このあたりかな、エリアは。ね。こんな感じで塗りつぶしてと。ちょっと筆が大きいような気がするけど、本当にいいかな。マルベリー公園。そういう名前になりました。自動生成のね、名前がついたから、じゃあ、道を作っていこうかな。道、これじゃない。こっちで作ろうか。パークライフの。自然の道だから、まっすぐじゃなくて、曲がりくねってる方がいいよね。こんな感じで。ね、そして、こうで。ちょっとさすがにそれは曲がりすぎ。で、こんな感じで。で、この辺りに、もう一周円を描いて、こうか。こんな感じでいいかな。ちょっとここ空いてるね。ここも。こんな感じかな。なんか消えた？こんな感じでいいか。ああ、外に接しちゃダメよ。ごめんね。
ここも外に接しちゃダメよ。こうでいいか、そしたらね。で、こうかな。はい、こんな感じでいいかな。さ、メインのキャンプ場はこの辺りにしようか。ね、キャンプ施設を置いていくんだけど、このパークライフっていうのはいろんな、ね、こういう施設を置いていって、お客さん観光客に楽しんでもらうっていう、ダウンロードコンテンツで、この間ちょうどね、PS4 版でもこのパークライフができたから、多分ね PS4 でも遊べるんだけど、これは PC 版で、これまず展望台置こうか。展望台はね、どこがいいかな。ここがいいかな。ね。展望台置いて、それからテントだよね。テント。みんなあれか好きかな、このキャンプっていうやつは。私はね、嫌いなんだ。残念だけど。ちょっと道から外れちゃってるから、ダメか。もうちょっと近くに置かないとダメっぽいね。ちょっとじゃあ道をもうちょっと敷設しようかな。よいしょ。それとも道に向いてればいいのかな。今ね、矢印が向こう側向いちゃってるから、道に向かせれば入ってくれるのかもしれないね。こうやって。あ、やっぱりそうだね。道に向いてりゃいいんだ。だから、こうだ。こんな感じで。で、これも、道に向いていると。こうだね。お、キャン、あ、君ダメ。ちょっと贅沢だね。こうね。あと、この大きなね、富裕層向けテントみたいなのもつけたい。後ろか、こんな感じかな。ね。よいしょ。んで、あとは何がいい？何がいいかな？あー、これ釣り小屋とかもいいよね。こんな感じで立てて。結構大きいな。ちっちゃいやつあるかな。あ、これはちっちゃいね。OK、じゃあこれをつけてと。あー、こんな感じ。ちょっと階段接してないね、君。そう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 、階段接してあげて。いいね。そして、それからどんどんまだ立てていこうか。カヤック。カヤックはこの辺りにこう、ね、置いていってと。あと、ベンチだね。お、もう人が来てる。ごめんなさいね。ちょっと、まだできてる。作ってる最中なんだけど。まあ別に、遊んじゃっていいですからね。あとは、これキャンプ場はね、ちょっとでかすぎるから置けないんだ。バンガローみたいなのあるけどね。あとは何がある？キャンプファイヤーの台。これいいね。これ重要だ。この辺りに置けるかな。あー、それらしくなってきた。で、この辺りにも何か置きたいな。テーブル。あー、テーブルいいね。こんな感じで。置いて、あと案内看板、こういうところにね、置いて、井戸もあるか。井戸はどこだろう。井戸はでも、こういう生活圏にあるから、こういうところだよね。これは双眼鏡か。よく見晴らしのいい場所に置いてあるけど、こういうところかな。カヤック2つあるね。あ、水上のカヤックだって。水の上にも置けるんだ。ってことは、じゃあこうやってこの辺りこうして、あとこの辺りな。ちょっと黄色が続くな。これか。あかんなった。あとは
あートイレ、外便所って翻訳の仕方すごいね。外便所か、そうか。なんか野外トイレとかにしてほしかったけど。私はお花見とかね、行かないんだけど、理由はね、ああいうトイレを使わないといけないから。ちょっとね、ああいうトイレはね、あんまり使いたくないからお花見行かない。もうそれだけの理由だけどね。で、これは何？丸太、あ、薪が入ってるんだ。だから、薪、ちょっと建物のあるところの近くがいいな、そしたら。でも、キャンプファイヤーしてるから、こういうところでもいいね。入り口の、この辺り。ね、入り口から、取っていけるように。で、丸太のベンチもある。ベンチ。こんな感じかな。もう人が来ちゃってる。なんかまだね、作ってる最中のところ来ちゃって、あんまりいい評価得られなかったら悲しいけど。ここに、はい。あとは何がある？狩猟小屋か。おお、でかいね。ちょっとこの、道沿いというか、こういう端っこの方に置いとこうか。それボルダリング場がね、実はあるんだ。だからボルダリング場もつけたいな。地球が改変されちゃうとちょっと困るんだけどな。おお、私の望んでたものじゃないぞ、これは。トイレが浮かんでる。ちょっと、ごめんね、一旦削除だ。私のイメージだと、ここに浮かばずに置いてほしかったな。じゃあここの手前かな。ここだ。ああ、浮かぶね、浮かぶね。君たち浮かぶの好きだね。ちょっと無理やり下げられるかな。そう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 。なんかもうちょっと移動させたいな。なんか岩に密着させたいんだけど、密着させると岩が逃げていくんだ。ちょっと使用上の問題だな、これは。じゃあここね、ちょっと空いてるから、これは後で石で隠そうか。石で隠してね。これじゃあこの岩登ってるだけって感じだもんね。あと何がある？あ、これテント3か。で、あ、テント3、これ1と3、1はちっちゃいテントだね。うん、テントはこの辺りでいいよね。ねえ、こんな感じで。だいたい設置したから、あ、こういうのも。ねえ、水辺に置いて。あ、外便所を置かないといけない。外便所、はい。使ってくれるのかな、本当に。あとこっちの山の近くにも。ね、こんな感じでいいかな。ああ、公園の入り口、一応仕切っとこうか。ね、みんなが勝手に入らないように。こうかな、策としては。ね、こっからさすがに入ってくるね、すごい人はいないと思うな。はい、じゃあここまで伸ばしてと。おお、結構入ってる、入ってる、入ってる。さあ、一通りね、いろいろ置き終わったから、次はちょっと地面の加工していこうか。あまりにもね、これだと殺風景だもんね。まあ、後で木は植えるんだけど、その前に、きちんと地面っぽくしたいから、こういうのでね、いろいろカバーしていくんだけど、これなんだ、
あ、落ち葉か。木の下に植えたいな。これすごいな。あ、これちょうどいいね。なんか人がね、踏み入ってるところ、まあ、基本的にこうやって置いた方が自然かな。なんか芝生が取れちゃったみたいな、そんなイメージね。人が入っていないところは青々としてるけど。お、ヘリコプター？あ、どうした？あ、行っちゃった。犯罪があったのかな。こういうのでね、やっぱ車で来ている感じも出したいよね。オートキャンプ場的な。車で。ね、こういうところに。あ、ここにもあれ置きたいな、そしたら。ごめんね、趣旨が変わっちゃうね、すぐね。こんな感じ。あ、いいね。燃えてないけど、ちょっと。あ、燃えた。で、車だ。三菱だね。三菱自動車。はい。こんな感じで置いて。あとこの辺りも。ちょっとキャンプ来ましたよ感がすごい出ていいと思うんだよね。こんなもんでいいかね。今いろいろ置いてって石とかも置いたんだけど、この後いよいよね、木なんだけど、ちょっとね、あんまり木を密集させてしまっても気持ちが悪いから、こういう芝とかでも、芝というか鬱蒼とした茂みも作りたいな。で、人が来なさそうなところはこうやって茂みを置いて、あとここどこもこれかな。ね、橋のなんかカビが生えそうなところにこうやって茂みを置いて、こんな感じでいいかな。で、木なんだけどどれ置こうかな。やっぱりなるべく混ぜた方がいいと思うんだけど、混ぜて、これ何、これもいいか。大きなのは外側、こういうところに置いて、あとこの針葉樹は基本重要だと思うから針葉樹も置いていくんだけど、針葉樹がねちょっと存在感がかなりでかいから、こればっかり置いちゃうと多分大変なことになると思うんだ。針葉樹の森、それだけになっちゃうから、なるべく隙間開けながら針葉樹を見せて、なるべくこの空間にいるときは街を忘れていただけるような、そんなのにしたいから。あの街が見えるな。周りはほんと街だもんな。でもね街だからしょうがないんだけどね。こんな感じでいいかな。そしてもっともっと林を作っていこうか。完成しました。都市の中であることを隠しきれない感じはしますが、市民は気にしないでしょう。
市長としてはあえて不便な生活をする人は理解できないのでキャンプはしませんが、市民が喜んでくれるのであればそれでいいのです。ラバーダックでした。またお会いしましょう。バイバイ。